はい、皆さんこんにちは。ゆうかチャンネルのゆうかと、はい、はい、はい、皆さんこんにちは。ゆうかチャンネルのゆうかとすんちゃんです。すんちゃんです。私ここで続けたい中で、あ、まあもう今年もね、今30日なのかな、だからあと2日しか余っ、ん2日しか残ってないんですけど、余ってないんだね。そう、どうでしたか、すんちゃんは。今年はピカと、いろいろやったんですね、本当に。そうだね。なんかありすぎて逆に出てこないんですけど、すごいみんなに感謝する気持ちがもっと大きくて、こちらのゆかすんチャンネル、まあ、ご読して見てくれたいらっしゃいお客さん、皆さんはありがとうございます。いらっしゃい皆さん。これは強敵だな。本当によろしくお願いします。あと、そうだね、まあ、一応家族にもありがたいし、でも一番感謝する人はやっぱり誰、誰、ゆかですね。そうですね、ありがとうございます。すんちゃんは今日、今回は一緒に、あの、日本にはね来れなかったんですけど、なので、なの1年の締めくくりをこういう風に動画で撮りたいなと思って、すんちゃんとはビデオチャットでこういう風に動画を撮ることにしました。なので、まあいろいろね、旅行も行ったしね。そうだね、チェジュの中でもいろいろ行ったし、面白い動画も撮ったしね。なので、いろいろ皆さんのおかげで経験させてもらって、いろんな動画作りができたかなと思います。はい、はい、なので来年もよろしくお願いします。まずは今年1年お世話になりました。すんちゃんの一番印象に残ってる動画はどれ ?2018年。やっぱゆかのスピン化粧のあれかな。どれ。まあやっぱり温泉かな、温泉の事件。あれはね、すんちゃん、あの事件が起きてから嬉しすぎたのか、その面白い事件ができた。もうね、もう20回ぐらい聞いてんのね、私は。いろんな人に話してるもんね。だから。でも、いいね。そう、すんちゃんは嬉しかったみたいです。はい。ありがとうございます。じゃあ、2019年の目標は ?2019 年の目標は、今日は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。一応私、夏までは頑張って運動して痩せる。ゆかのおっぱいを勝つ。ああ、そう、あのね、最近すんちゃん今1ヶ月ぐらいになる。そう、もう26日ぐらいだったから。そうだよね、1ヶ月ぐらい、なんかまあ夜に15分ぐらい運動してた。これは強敵だな。で、なんかね、おっぱいのとこだけ運動してて、あ、おっぱい本当に大きくなってんの最近ね、すごいんだよね。だから2019年のプレゼントはブラジャーにしようかなと思ってるんですけど。止まってんのか止まってないのか。なんすか、なんでブラジャーなの。好きじゃん。好きじゃねえよ。好きじゃん。私、あの、まあプレゼントはあのボスのあのヘッドセットが。いや、本気かい。あの、日本から帰ってくる前に帰ってきてください。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。それでは。はい。それはでは、だから、あ、2019年の目標はおっぱいが大きくなることだそうです。はい。2019年もよろしくお願いします。あ、皆さんハッピーニューイヤー。ニューイヤー。バイバイ。アニョン。バイバイ。